本当にそんなにいいですか。自分がちょっと初動の時間に授業の時間に帰って作品をったら貼ってるだけちょっと自己満足で自己満足で先輩たちが部屋で行った大変だな。この部屋の先輩って、はい、えぐい生活感あっていいよ。そう、入ります。やばいこれやばいっすね。まずいあ、ゴンマさん、坂本のベッドです。はいだろう。2連覇という形で、まあ、優勝された時に、まあ、先生が泣いてらっしゃるのもなんか久々に見たかなという気が、ああいう場でですね、したんですが、今年の優勝というのは先生にとってどのようなものでした？いろんな思いがあっての優勝だったので、そうですね、まあ、奇跡に近い形で結果が出たので、まあ、感情が出たのかなというふうには思います、はい、もう奇跡に近いというのは、今年のメンバーの成長という、まあ、あと新チームになられてからの成長を見て、まあ、なかなか優勝が難しい部分も感じながらということですか。そうですね、まあ、皆さんもご存知の通りずば抜けた選手がいるわけでもなく、まあ、中学校時代活躍した上級生ということでもなくですね、まあ、そういうスタートから始まったので、まあ、非常に厳しい状態から始まったというのが本音だと思います。目標。近くにいてみて、米田先生自身が貪欲に
常にされてるなということと、常に前の学年と比べることがなく、その学年その学年での良さをこう引き出されてるかなっていうところを近くにいて一番感じます。はい、次お互いの引き技から逆襲まで。はい。